こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。今日は商品探し。案ずるより売るが安しということでね。え、アドバイス、ま、素直に実行してくださいというお話です。まあ、案ずるより売るが安しでね。まあ、初心者の創意工夫、種種選択は100外あって1利なしと。え、アマゾン室で儲ける商品を見つけるのは、 以下の条件をクリアする商品を見つけるだけです。1番、ランキングがある。2番、ランキングが、ライバルが少ない。3番、仕入れ価格の3倍より高く売れる。まあ、この3つを条件する商品を見つけたら、まあ、個別サポートの会員さんはね、まあ念のためそれを報告していただいて、これ仕入れようと思いますと聞いていただいて、まあ、それ以外の会員さんはとりあえずそれを仕入れて、えー、試すと。で、ランキングない以上がいいとかね、 え、レビューがなきゃダメだとか、ま、小さく軽く、な、軽くて安くなきゃダメだとか、ま、そんな条件はもう一度も全然、え、指定したことないし、言ったこともないと。ま、どっかから見てきてね、え、それを入れちゃうのか、先入観で入れちゃうのか分かりませんけど、余計な情報を入れると、条件を入れるとね、え、ま、はっきり言って儲かる商品を切り捨てて、儲かない商品ばっかり買うとか、 売れる商品をね、切り捨てて売れない商品ばっかり買うとか、そういうことになります。もう単純にもこの3つ、ランキングがある、ライバルが少ない、仕入れ価格の3倍より高く売れる。この条件だけを、えー、気にして、えー、仕入れると、まあ、その中で何商品かは、まあ、儲かる商品見つかると。で、儲かる商品が見つかったらそれを起点にまた儲かる商品を芋づる式に見つけるという形でやればね、まあ、正直、 ま、過去3、4ヶ月ぐらいでね、えー、始めてる会員さん、素直にやっていただいてる会員さんは、まあ、ほぼほぼ月間100個とか、売り上げ3000ドル超えてます。で、どうもね、いまいちなんか進み悪いなという会員さんにね、スカイプなんかで聞いてみると、なんか余計な条件入れちゃってるとか、指定した探し,探し方じゃないというのをね、えー、やってます。で、まあ、 え、商品探しが上手に、自信を持ってできるようになるまでは、言われた通りのことを実行してください。先入観や創意工夫、種々選択は100回あって一利なし、案ずるより売るが安しです。まあ安い商品をね、買ってまずは遅れましょうという話なんで、まあ、えー、だったら別にね、いろいろ考えとか条件入れなくても売れるかどうか試してみると。ね。これが言う通りだって本当に見つかるのかなと。 いや、見つかるんだろうな、ということでやってもらえばね、見つかるんですけど、いや、ちょっとそれじゃあ甘いんじゃないかなとかね、いや、なんか違うこと言ってた人とか、ネットで見たとかね、こう思うとかで工夫しちゃうともう途端に見つからなくなります。私は今まで500人を超える転売初心者に教えてきました。転売初心者がそうい工夫、趣旨選択をしてうまくいった例は一つもありません。素直にアドバイスを実行してください。これね、他の分野だと優秀な方ほど、 ね、私はこう思うとかね、なんかや、やりがちなんですけど、まあ、こう思うって言ってね、やめといた方がいいですよって言っても全然聞かないとかね、まあ、こっそりやってるとか、まあ結果としてうまくいってないです。まあ、商品探しどうやるのかいいかわかんない。ね、これ商品探しね、えー、この記事。 あるいは動画、ここに、えっ、ー、と、今、現在で27個載せてますけど、この動画をね、一個一個理解できるまで見て、普通に商品探しをすれば商品は見つかります。ね。その、ね、これ全部見るの大変だとかね、えー、それ勘どころかわかんないって場合は、個別サポートの方は聞いていただければいいですし、個別サポートじゃないけど、見るのもめんどくさいとかね、えー、理解できないという場合は、個別サポートにアップグレードしていただければ、 まあ商品探しこううやってくださいといと具体的指示を出しますのでその通りやってもらえばいい具体的指示を出しているのにそれに対して反発されてもねまああのこれがね私が何十人しか教えていないとか10人にしか教えていないとかね3ヶ月しか教えていない人間だったらそういう方法もあるかもしれませんねって話でね好きなようにやってもらうんですけど ま、10年以上サポートしてきてね、500人以上転売を教えてきてますんで、その中で一人の例外もなく、そういう工夫する人うまくいってないんでね、そのやり方じゃうまくいけませんよと。もうなんで決めつけるのかと言われれば、だって500人以上ね、お金払って教えてくださいって真剣なはずの人がやってみて、うまくいかなかった方法ですから、だったらうまくいった方法を教えてるんで、その通りやってくださいよという話です。ま、素直にね、アドバイスを実行してください。 まあ、転売だとね、えー、まあ、初心者というか全くやったことないんで分かりにくいと思いますけど、先入観でいろいろね、探すとどんな損をするか、あるいはね、先入観なしで探すとこういうことがあるというと一つの実例で、まあ、航空券の運賃、ね、先入観で高い金を払って狭いエコノミー座席で旅行する人たちという事例を、まあ、つい最近あったことなんで紹介します。まあ、実は私今ね、一人で指導ーにいるんですけど、 急に、数日前、ね、娘が、やっぱニーに行きたくなったと、ね、パパのとこ行こうかなって言って連絡ありました。これマジかよ、急だなと思ってね、航空券手配したら、手配しようとしたらね、もう高い。ね、JAL 日経はもう、年末年始のピークは航空券ない。ね、だから、ま、カンタス、あるいはジェットスターなんですけど、ま、比較してみたらね、ま、ジェットスターで乗り換えっていうのは、娘一人食べなんで、ちょっともう除外なんでね、 え、じゃあ、えー、直行便でカンタスまだ買えたなと。言うんで値段を調べました。結果、プレミアムエコノミーが292,500円。ね、エコノミーが319,000円。まあ、どう考えたってね、えー、プレミアムエコノミーのがエコノミーより高いに決まってるんですけど、普通に考えたらね。ただ、普通に考えたら、エコノミーのが高い、あの、安いっていう先入観で、まあ、プレミアムエコノミー見もしないと。そうすると、こういうことが起こります。ね、プレミアムエコノミーのが安い。 これね、実は、直前に航空券取るとかね、えー、ある、ある路線とかね、えー、なんかだとよく起こる事例です。まあ、普通の人はエコノミーが一番安いと思い込んでます。だからエコノミー座席しか検索しません。ね、旅行代理店に頼む人なんかなおさらですよね。えー、エコノミーですとか言ってね、えー、念のためプレミアムエコノミーとかビジネスとファーストの価格も教えてくださいなんて人あんまりいないです。まあ、私は聞きますけどね。えー 昔は聞きましたね。ネットで自分で調べられない時代は聞きましたけど、まあ、大抵は聞きもしないと。ね。そうすると、まあ、プレミアムエコノミービジネスファーストクラスを検索する習慣があれば、エコノミー料金より安くビジネスクラスに乗れるなんてこともよくあるんですけど、まあ、探さなきゃそれは見つかりこないと。検索しなきゃ見つかりこない。ね。逆に見つかっても、まあ、これは何かの間違いかなとかいろいろ考えたり聞いてるし、してるうちになくなっちゃうとかね、いうこともあります。 まあこれは航空券のね、例なんで、まあ直接は関係ないかもしれないですけど、まあ旅行ではよくあることです。先入観なし。エコノミー、ね、国、日系のエコノミー料金が50万と、ね。で、えっ、ー、と、外資系、あるいは中東系のね、エコノミークラスが30万。そんな例もよくあります。ヨーロッパ行きの飛行機なんかね。まあそういうのをいろいろ考えると。 もうね、あの商品探しとか価格比較っていうのはもう先入観邪魔なだけなんでね、もう単純に機械的にね、こう調べるというのを決めてその通り実行するのが一番やっぱり得するやり方。まあ、航空券置いといて、まあ、転売の話に戻ってみると、先入観なしで商品探しをすることは儲かる商品を見つける絶対条件です。私もいいお金をもらって、そんな嘘を教えてるわけないですしね、きちんと皆さん成果出てるんで、まあ サポートをずっと受け続いてる、受け続けてくれてる会員さんが何人もいるわけですから、まあ、その膨大なね、先輩方の苦労とサポートのね、工夫と、それで積み上げてきたノウハウ、積み上げてきたというノウハウ、と言っちゃオーバーなんですけど、何しろ先入観とかね、余計な条件、そういう工夫を邪魔なだけなんでね、もう機械的に調べてください。で、言った通りやるのが一番早く見つかります。 全然考える必要ないんでね。いろいろ考えても、スタート時点のね、えー、認識が間違ってる方がいろいろ考えても、何の、こう、えー、役にも立たないんで、稼げるようになってからいろいろなんであれがこうだったのかなとか、いうのをね、考えるようにして、今の段階だと、まあ、言ったことを素直に実行していただくと。実行しにくかったら、なんでそうなんですかと、ね。理由を聞いていただければ、その理由のね、えー、説明ない動画作成なりしますんで、 何しろ、創意工夫と思い込み、やめてください。あの、商品探しのすっごい邪魔です。え、それがあると商品いつまで経っても見つからないんでね。え、案ずるより売るが安いし、ね、え、条件に合った商品を見つけたら、仕入れて売ってみるというのをね、え、徹底してください。以上、アマゾン室サポーター、堀秀夫でした。